はい、皆さんこんばんは、こんにちは、おはようございます。生命機です。今日もね、宅飲みの、まあ、下準備ですけどもね、今日はできたんで、早速ね作ってやっていきたいと思います。で、今日はねこちら生協さんコーポね、コーポまろやかクリームシチュー、バターのコクとオニオンの旨味っていう、これをね作っていただこうかなと思います。もうね、お鍋ばっかりってわけにいかないしね、もう寒いし、何しようかなと思って、ただねベーコンがね安かったんですよ。 30% オフで、208円のねベーコンを買えたんで、これでシチューにしようかなと思って、ベーコンのシチューね、ポトフでも後から思えばよかったかなと思ったんですけど、まあ、ポトフもね、あの寒くなってね、雪降ってきたらやってもいいかなと思ってね、これから冬本番なんでね、お鍋もねたくさんやる機会あると思うんで、ね、今からお鍋ばっかりってわけにもいかないんでね、まあ、シチューね。でエビね、バナメイエビ、下準備して、あの殻外して、あとなんだっけ、背わた取ってきましたね。で、じゃがいもとかをこういう、真空パックに入ってるやつね、カレーとか、シチューとかに使うね、肉じゃがとかにも使えるのかな、こういうやつ買ってきましたね。人参やらじゃがいもやら、ね、バラバラにね、玉ねぎやらバラバラに買ってくると思う、量は多いしお金はかかるしね、大変なんでね、これにしましたね。あとブロッコリーがちょっとあるんで、彩りに仕上げにね使いたいと思います。あと牛乳あってね、まあ、こんな感じでね、クリームシチューを今日は作って食べていきたいと思います。あ、あとこれね、もうシチューに結構ね材料費結構かかっちゃったんで、こんな感じでね、材料費かかっちゃったんで、もう一品はこのね、かぼちゃのデザートサラダというのがねちょっと安かったんで、これ買ってみました。もうこれと、もう今日はシチューだけですね。まあ、具沢山なんでね、シチューの方はこれでやっていきたいと思います。はい、ではね早速作っていきたいと思います。どうすればいいんだっけ。最初は具材を煮込むのか、煮込むじゃない、具材をお鍋で炒めて、それからお水入れてまた煮込んで、時間かかるんだよね。これ全部使わないんで、半分、ルー半分で作る、4皿分か、これで作りたいと思いますね。本当は豚肉とか鶏肉とか使うんですけど、ベーコン使って、で、まあ、それだけだと寂しいんで、バナメイエビ入れてね作ろうと思います。じゃあまずはね、よいしょ、これはどかしておいて、ベーコン皮膚切っとこう。これ全部使ってもいいか、ちょっとだけ残しとこうかな。目玉焼きに使う分ぐらい残しておこうかなね。よいしょ、ちょっとこれ開けておいて、でバターでやるか、バターで炒めるか、バターね、よいしょ、バターをとりあえず先に入れてから火つけ、ちょっと待ってね、手が汚れた、よいしょ、ウェットティッシュできれいにして、動画の尺長くなるかもしれないですけど、とりあえず溶けないか、入れちゃうか、ね、このちょっと入れすぎ、このくらい取っとこうかな、ちょっと待ってね、よいしょよいしょ、見てるかな、ちゃんと映ってるかな、鍋の中まで一応取ってるかな、大丈夫かな、
よいしょ。たらもうエビも入れちゃう。エビ、バナメイエビ入れちゃいます。よいしょ。もうこれだけですげえいい匂いする。ベーコンとバターで。土鍋なんでね、あんまりがっつりやると割れちゃうと嫌なんで、どうせ煮込むしね。いいか、もう野菜も入れちゃえ。野菜ね、もう入れちゃいます。煮汁ごと。おおおおおお、これにちょっと水分入ってるから加減しないとダメなのか。ちょっと、これでこうでいいかな。玉ねぎあんまり入ってないかな。よいしょ。でお水が450使うってなってるから400入れればいいか。お水を400。200400。うわー、これで牛乳も入れなきゃ入れないのに。牛乳ないくら入れるんだろう。牛乳は150入れるんだ最後に。これで、弱火から中火で沸騰後15分。うわ、時間かかるな。よいしょ。まあのんびりやっていこうね。じゃあちょっと飲むか。よいしょ。ではじゃあこれからいこうか。氷結無糖レモン、アルコール度数 7% ね。なんかニューネってあってですね、買ってきました。のんびりこれで温まりながらねやっていきたいと思います。よいしょ。では今日も皆さん一日お疲れ様でした。お先に失礼していただきたいと思います。ではしばしばで乾杯いただきます。うん、前よりやっぱりレモンの香りが変わった気がする。よいしょ。あー、そっか、お箸とか持ってこなかったな。ちょっとこれ食べるか。かぼちゃのデザートサラダ、どんなんだろう。ただのサラダ、かぼちゃサラダとは違うのかな。こんな感じですね。ちょっと待ってね。これ、これ除菌のね、除菌のウェットティッシュで拭いて、よいしょ、これで食べよう。アーモンドが入ってますね。普通のかぼちゃサラダっぽいですけど、どうかな。じゃあいただきます。ちょっと塩気が入ってんのかな。かぼちゃの甘さの中にちょっとしょっぱい塩気が入ってて、甘さが引き立つ感じになってるのかな。うん、材料とかの下か、
いや、マヨネーズとかあれですね、食塩とか入ってるみたいですね。うん、入ってはね、15分煮込みました。沸騰してからね、次どうするんだっけ。火を弱めて、あ、火を止めてルーを、ちょっと待って、火を止めてルーを入れて、今度弱火でまた5分か。わー、ちょっとこれ煮込みながらね、氷結無糖ちょろちょろ飲みながらやってるすきっぱらにね、氷結無糖のこの 7% のやつ飲んでたら、もうなんかもう結構もうキューッときててね、今お酒が、ここからかですね、かなりなんかもうすきっぱらに飲んだらね、結構きつくて、よいしょ、これで溶かして、ちょっと待って、溶かしてまた火をつけるのか。人参すごく多くてこれちゃんとね、火止めて横着してね、火 つけたままね、カレーとかもそうなんですけど、ルー入れてやるとシャバシャバになったりとかするんでね、ちゃんと火止めてやらないととろみつかなかったりするんでね。だいぶいいかな、まだまだまだ残ってるな、まだ溶け残ってる。もうね、もうすきっぱらに飲んでるともうすんごい効く、もう胃のあたりがもうキューッとなってね、もういいかな、まあ、まだ溶けてないな。すごくね、スープがね、いい匂いするんですよ、このベーコン入ってて。これで溶けたかな？ね。もうエビも入って。よいしょ。これでもう一回火をつけたいんだけど、熱そうだな。どうしよう。ちょっと待って。ちょっと手袋してね。よいしょ。よいしょ。このね、ゴムのね、つぶつぶの方を手のひらにすると、これがね、熱で熱くてうわっちーってなるんでこうやってます。ちょっと待って、ちょっと待って、すごいね、熱くなるんですよ、ゴムが。これでね、やけどしたこと何回かあるんで、うん、このね、ゴムがね、すごいね、熱くなるんで気をつけた方がいいですよ、本当に。ではこれでまた今度5分煮るのか、これで5分煮て、これで5分煮たら、今度はまたあの牛乳を入れてからまた5分煮なくちゃいけないんで、動画の尺どうだろう。あ、ちょっと見切れてた。よいしょ、これでいいかな。じゃあちょっと待って、氷を入れて、ちょっとアク取りしたやつとかね、あと一応アク取りとかもちゃんとやってるんでねこれちょっとひっくり返したら大変なんで、プラチナダブル飲むか。それであと5分か、5分で、あともう1回牛乳入れてからまた5分だもんな。なかなか食べらんないな。
ピッソ。あ、そうそうそう、じゃああれ食べよう。これね、パン、デニッシュブレッドってやつがね 20% オフだったんでね、買ったんですよ。これでつけパン、シチューをこうつけて食べようかなと思って買ったんですけど、ちょっと食べよう。ちょっとすきっ腹にね、お酒飲んでてちょっとやばいんで。うわ、こんな感じ。これすっげえバターすごい使ってんのかな。あー、ちょっとクロワッサンの生地的な感じ、わかるかな、なんかクロワッサンの生地みたいな、結構バターかなり入ってそうな感じですね。で、ちょっとこれを、あ、これに、かぼちゃのけを、よいしょ。どうかな、かぼちゃのっけて、ちょっといただきます。うまっ、うまっ、やばいやばい、焦げついちゃう。あ、これすっげー美味しい。ちょっとね、胃に何か入れとかないとお酒が回りすぎちゃうんじゃ。まだだな。もうベーコンとかこんなん、はエビも入って、ほら、みんななの。よいしょ。もうちょい煮込まないとダメなんだよな。じゃあね、ちょっとね、はい、まだちょっと早いんですけど、牛乳入れよう。牛乳150か、150。バッテリーがね、少なくなってきちゃって、カメラのバッテリー。よいしょ、牛乳ね。生協さんの牛乳ですね。カメラのバッテリー少なくなってきてるんで、ちょっと、最後、撮れなかったら嫌なんで、150、このくらいか。おー、残った牛乳はコーヒーに入れて飲もうかな。これであと5分か。ちょっとあれだな、カメラその間止めてバッテリー温存して、よいしょ。うわー、美味しそう。でもあ、そう、もうちょい、はい、ではね、あともうちょいなんですけど、いいか、ピントが合ってる、大丈夫。おお、こんな感じですね。おお、これに仕上げに、じゃあこのね、ブロッコリーを彩りで入れて、よいしょ、これで完成ですね。こんな感じ。
入ってはね、こんな感じでできました。おー、あったまりそう。ほらこんな感じね。うわどうかな、美味しそうかな。ほら、うわ具沢山すごい。ではね、もう早速食べていきたいと思います。もうお腹ペコペコ。おーよ、人参いっぱい入ってる。おお、こんな感じでどうでしょう。はい、ではちょっとね、火消します。もうさすがに、よいしょ。もうバッテリーがね、カメラのバッテリーがでも一メモリしかないし、やっぱり作りながら撮影すると時間はかかるし、バッテリーも消耗しちゃうし、ちょっとあんま良くないかな。どうなんだろう、まあ、こんな感じですね。あ、ベーコン食べたい、ベーコン。うわー、こんな感じになりました。おー、じゃがいも、じゃがいも。では早速シチューいただきます。うんうんうん、じゃがいも美味しい、ベーコンいいな。ベーコンのこのいぶした香りと、結構塩コショウも効いてるんでね、うん、ピリッとしてて、で出汁が出るっていうんですかね。うん、ベーコンの風味がすごく出る。うん、美味しい。鶏肉とかでねやっても美味しいんでしょうけど、このベーコンでやっても美味しい。うん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 、胡椒がすごいピリ辛。もう少し足そう。よいしょ。あ、エビエビ、バナメイエビ。プリプリ。ミルキーで美味しい。あ、つけパンしないと。ちょっとこれにね、さっきのパン、デニッシュだっけ、ちょっとこれを、よっ、
ね、ちょっと大きいな。つけパン、つけパン、ね、シチュー、ちゃんと作ったシチューなんで、おお、こう、こう、ほら、わかる、こんな、この感じ、ちょっとうまく取れないな、熱そう、すっげえ熱そう、こうの方がいいのか、どうかな。こんな感じね。じゃあいただきます。あー熱そう、ちょっとうまく食べらん。あ、うまっ。あ、このパンによく合うシチュー。うんうん、バターが効いてるパンだからね、シチューすっごいよく合う、このホワイトシチュー、ほらこんなの。うわ、もっとよく染みさせてね、こんな感じね。うん、口元が汚れちゃうんで、よいしょ。あ、パンが少し残ってた、パンと一緒に。わあ、温まる。では今日のね、晩酌動画の方はこの辺でね、締めにさせていただいて、食べるシーンちょっと少なかったかもしれないですけど、申し訳ないです。作る、今日はね、作って食べたいね、動画撮影してやったもんでね、うん。では今日もね、最後までご視聴していただきましてありがとうございました。またね、動画編集してアップしたいと思いますので、よろしくお願いします。